はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の体だんだんのマヤお姉さん初登場のバージョンについてですね。今回がマヤお姉さん体だんだん初登場なんですね。そして今回からスタジオも新セットになっているんですよね。このセットのことを広場というらしいんですが、リサお姉さんがツイッターで広場と言っていたので私は初めて知ったんですね。今回からマヤお姉さんも体だんだんに少しずつ登場すると思うので今後も期待したいところですよね。はい、今日はお母さんと一緒の体だんだんマヤお姉さん初登場についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。